新国立競技場整備事業、体制建設、あずさ設計、隈研吾建築都市設計事務所共同企業体に決定し、通知いたしましたので、合格いたします。今回の大きな特徴は、周りの環境がそもそも緑に恵まれた森だということであります。で、今回は建物の形で突出するというのではなくて、森と一体化した融合した建築で、それが私はレガシーになる、それが日本らしさではないかというふうに考えました。やはり伊藤先生らしいデザインで、素晴らしいデザインだなと思って、これはすごい接戦になるなと思いました。で、木も使われているので、両方木を使っているというところも、同じだし、我々はただ木の使い方がですね、使っていても我々はまず観客席で木を感じれるようになっているというところを、分かっていただけるといいなという思い、それから地面を歩いてこう見上げたときに軒に木が張ってある、その感じもですね、日本の、お寺、先ほど法隆寺の絵をお見せしましたけれども、そういう日本の、お寺の空間を下から見上げた時のような木の空間、そういう懐かしさみたいなのが感じられる、その辺を見ていただけたらいいなというふうに我々は思いました。この選考の過程でですね、はい、オリンピックと被災地の復興をというこの両立というですね、はい、点が配慮されたのかどうか。東日本復興の件もありますし、国立競技場以外のですね、オリンピックの施設もございます。そういったところトータルで、考えはしておりますけれども、今回の件につきましては、工期の上限、工費の上、コストの上限とですね、それから、工期の1月末と、3月末から1月末というところまでの要望もありました。そういった中でいかにやっていくかというところで、審査委員も含めましてですね、検討してきました。そういう意味で全日本トータルで考えたつもりでございますけど、人件費が上がるような見込み見通しがあると思うんです。そこら辺についての対応策というのはどうしますでしょうか。確かにですね、人手不足という傾向は出てきましてですね、ご存知のように人件費もその人手不足に伴って高騰してきているという事実もあります。ですから今後もですね、仕事が重なれば重なるほどそういう傾向にありますが、これは私どもの監督官庁の国土交通省さんもですね、大変危惧してまして、私どもは国土交通省の皆さんと一緒になってですね、外国人労働者の導入についても積極的に対応していきたいと、そのように考えております。